コウイグル語は、カイコツ語ともいい、9世紀から14世紀にかけて、天山ウイグル王国において話された、チュルク諸語に属する言語。甘粛省の西部ユグル語は、その光栄である。巨洋石雲台東側内壁に刻まれる、コウイグル文字。巨洋石雲台西側内壁に刻まれるコウイグル文字。コウイグル語は、ウイグル河岸国滅亡後、その残存勢力が移住した甘粛。 トゥルファン、ハミ等の地域において、旧世紀にゴトゥルク語から発展することで形成された。これらの勢力はトゥルファン、ハミにおいて、天山ウイグル王国を建国し、マニ教、仏教を国教に採用した。官宿の勢力は、聖火の一部となった。天山ウイグル王国は、モンゴル帝国時代、その属国として存続したが、ムスリムのチャガ大半国の征服を受け、 トゥルファンとハミはイスラム化した。コウイクル語はトゥルファンとハミにおいては消滅したが、完熟で生き残り西部ユグル語の形で残された。現在、もっぱら、ウイグル語の名称で知られる現代ウイグル語は、カラハンアサにおいて話されたカルルク語群の子孫であり、同一のトゥルク諸語の中においては、シベリアトゥルク語群に属するコウイクル語とは系統異にする。コウイクル語は、コピュラー、 ドローを西部ユグル語と共有する。多くのコウイグル語文献は、遁光文書中からの発見をはじめとする、マニ教、仏教などの宗教に関したものである。コウイグル語を含んで多言語併記された例としては、巨要石雲台、罰光窟六字真言碑などがある。コウイグル語は、ソグ度文字から派生したコウイグル文字を用いて筆記された。ありがとうございます。